こんにちは、バイアンドです。今回は出会い系で会った人に恋愛テコかけまくったらどこまでいけるのか選手権をやっていこうと思います。イエーイ。19時半なんですけど、20時からちょっとね、待ち合わせてる人がいるんですよ。で、私がその人とちょっと会って恋愛テクをちょっとかけまくっていこうと思うんですよ。で、ちなみにその今日会う人はもうガチガチの初対面本当にマジの初対面で、本当に初めての人だから、もう私が全然好みじゃない可能性もあるのよ。もう企画倒れの可能性も全然あるから、うまくいったらちょっといろいろオファーしてみようかなと思います。ちょっと最高ホテルぐらいまではちょっと、でもちょっとそれだと危険な企画になりかねないので、もしも仮にそれでオファー OK だった場合はホテルには実際に行かないけども、OK 出されるかをちょっとその判断軸にしてどれだけ OK かっていうのをかなと思います。頑張ってください。ありがとうございます。電話しよる。もう人が見えん。どこ行くんや。困るんご。あ、いた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 。こう。こんな感じ。あー、なんか良さそうですね、とても。すごいむずいことする。人通りがいないところを通り過ぎてですね。とても目立っている。恥ずかしい。リーダーのマヤンドが行ったところが、結構人気店の予約が入っていたらしく、ちょっとね、難しいので私が入るのが、すごいさまよってるね。これからどこ行こうかな。切ない、すごい切ないよ。あ、そうですそうです。なんかよくわかんなかった。フリーランスのそう仕事で動画とか作ったりしてるんですよ、ね、結構。なんか動画クリエイターって言ってる。あ、そうです、うん、ね、ちょっとね、お店ね、予約してて。本当ですか？うん、週末だからさ、フラフラするのもあれだから。ありがとうございます。何ですか？いや、そんなことない。ドキドキしたマスクしてますか？もうマスクずっとしてた方がいいですか？苦手なものか。辛いものがダメです、私。辛いものがダメ。美味しそう。しゃぶしゃぶ食べたいです。しゃぶしゃぶ。こっちにする？うん。逆に好きなものはありますか？好きなものもいっぱいあるし、嫌いなものは何もない。へ、食べれないものがないんだよね。ちなみに今日、うん、ご飯とか何も食べてないんですか？そうだね、うん、いい匂いする。嘘、うん、めちゃくちゃ香水好きなんですよ、結構、うん、めちゃくちゃ持ってます、香水。甘い系の。あ、これは、うん、甘い系ですね、めっちゃ。大好きだよ。本当ですか、よかった。鼻気にさ、はい、こんな可愛いとかさ。そんなことないですよ。この酒が飲めるのに、ね、口達者。今の時代すごい楽しい。大学どこだったんですか？明治大学行ってて。あ、そうなんだ。明大前っていう駅があるんだけど、理系は4年間その日本たちでいう、はいはい、ちょっとね、外れの。ビクター、私の母の出身地です、ね、え、東京にまだ住んで4年5年、ね、なんだっけ、10歳の客に立ってそうです。で、今23になったばっかしなので4年目なのかな、トータルで4年目だよ。こうなるんですけど、うん、母のその実家には行ったことがなくて。え、そうなの、うん、出身がどこだったんでしたっけ？出身は福島っていうところ。あ、そうなの、福島でずっと行って、高校まで福島にいて、大学入学でこっちに出てみて。早いですね、ペースが。いや、なんかね、はるちゃんと話してて楽しいから。いや普段、まあ、こういう今日みたいな金曜日とか、うん、休日とかは何すること多いんですか？最近はコロナに、まあ、流行ってからは結構ね、お家でまったりしてることが多いかも。飲み行ったりとか昔からよくしてたけど、家で飲んでたりとかも別に全然いいし、まあ、映画見たりとか。映画とか見るんですか？まったり、まあね、アンマプラとかネットフィリックスとか、はいはいはい、適当に見ながらとかやったりするとか。え、そうなんだ、ネットフリックスとかで。そう、映画見るときって何系の映画見ること多いですか？
結構適当だけど、最近はね、なんか韓国系とか。韓国系？うん。なんかおすすめあります？映画じゃないの？あ、ドラマ？ドラマ？全然わかんないですよ、韓国。クラスとか、うん、確かにある。ドラマとかね、やっぱ面白かった。あ、そうなんだ。結構ご飯食べる方ですか、普段？そうだね、なんか調子いい時はめちゃめちゃ食べる。食いしん坊なので。遅いのに。いやいやいや、でもすぐ太りやすくてさ。運動とかしますか？運動はね、何もしてない最近は。たまに家で筋トレしたりするけど、そのぐらいかな。最近結構動いたりするの。私最近整体に通い始めました。お、すごいね。整体とパーソナル？パーソナルジム。高校とか中学とか部活何やってたんですか？中学校の時は俺も陸上部だったんだよね。で高校は、帰宅部のエースやってた。帰宅部のエース、めちゃくちゃ、なんか、懐かしいワード。そうそうそう、エースやってたから。帰宅部って、校外に友達、あとみんなでマンションとかやってた。マンション？私、マンションのやり方教えてほしいんですよ。ちょっと興味あって。女の子でマンションできる人なんてほとんどいないと思うよ。うん、確かに。なんか、それが、なんていうんですかね。プレミア感。そう、ウケる。結構周りで麻雀やってる男の人とかが多くて、やれる女の子いたら面白いなと思ってちょっとやりたい。結構あれだよね、料理とかさ、映画が好きって書いてたよね。あ、そうですね、なんか仕事柄自炊をせざるを得なくなったというか、家でやるようになってからで自炊めっちゃするようになって。でも俺が作れるのって大体簡単なものしかないから、なんかお肉を炒めて野菜炒めて添えるぐらい。男の人って感じ。そう、ゴーヤが大好きで。え、私ゴーヤ大嫌いなんですよ。だから食べてほしいです、ゴーヤ。あったら好きすぎて週に1回は絶対食べてる。しかも1本丸ごと食べるから。すごい。あ、私11月沖縄行くんですよ。あ、いいねいいね。でも、あ、そうです、 GoTo するんですけど、ゴーヤチャンプルとかが本当に無理だから一緒に行ってほしかった。食べてほしかったです、ゴーヤ。意外とお酒強い人ですね。はるちゃんに寄ってくる。何？くどき始めてない？大丈夫？はるちゃんさ、こんなにさ、可愛くて話しやすくてさ、いい子だったらさ、別れたくないの？そんな真面目に出会いがないのと、いいなって思える人があんまりないです。そう。逆にどうでした恋愛は？これは2年半、はい。2年半とか付き合ったら結婚しようみたいな話にならなかったんですか？あ、全然なってたよ。あ、そうなんだ。それちょっと同棲とかもしたりとかして、こっちの方向ではあったんだけど、ちょっとダメになっちゃったみたいな感じ。相手の女の子が結構強めの潔癖症だったってことか。そうなんだ。ちなみに初の彼女はいつだったんですか？週2。はい、同じクラスの子だったかな。なんかいい感じで。でもトムさんめっちゃモテそう。口達者だから。口達者だから。何でしょうね。学生時代めちゃくちゃもう超不細工でいじめられるレベルだったんですよ。違う、嘘ついてないよ、本当に。いつの話してるの、学生時代。高校生、弓道部だって言ったじゃないですか。の時のその先輩と付き合った時に、なんか私のいいところとかをすごい発見してくれる先輩だったんですよ。あ、めっちゃいい人だった。なんかもっと自分が綺麗になるとか、仕事とかそういういろんな面で成功するとか、なんかそういう意欲がなんか生まれた瞬間なんです。で、その先輩自体も高校生だったのに、漫画家として本当にやりたいっていう人で、めっちゃ行動力あるじゃん。すごい行動力あった、ね、それで、あ、この人すごいみたいな。なんか男の人にみんな可愛いね、好きだよ、チューしたいよみたいな感じでいっぱい誘われすぎて、逆にこうめんどくさくなってきちゃったね。おいおいおいみたいな、お腹いっぱいみたいな。全然そんなことない。そもそもなんかベースとして、私すごいモテるしめちゃくちゃいい人だからっていうのがないので、寄ってくる人とかも、なんか何が目的なのみたいな思っちゃうんですよ。なんか、あ、この人は多分他の人にもこういうことやってるから。で、そうです、そうです、まあ、それはそう思っちゃうんですよね。間違いなくこれだけ言えるのが、興味のない女性に対して一緒にご飯行こうとか飲みに行こうってのは絶対に言わないんだよ。確かに。特にモテる女の子とかは、まあ、誘われ慣れちゃってるから、
あまた来たまた来たって思うのかもしれないけど、別に裏を返すと自分がそれは魅力的だから私のせいなのねっていうぐらいでいいんだよ。の方にちょっとこれから飲まないかって誘われちゃって、挨拶したいって言われちゃったんですけど、今すぐに12時まで一緒にやろう。12時ですか、どうしよう。1時間だけ。あ、分かりました。もし私がホテル行きたいって言ったら言ってくれました？それはね、俺が言うセリフだからよ女の子の言わせたくないんだ。お疲れ様でした。はい。どうだった？なんか、もともとは私が恋愛のテクニックをかけて、で相手の人がどうなるかみたいなのを検証したんだけど、最初から逆に、まあ、ありがたいことに相手の人からもうガンガン来すぎて、もちろんこっちもいろいろ話したんだけど、最初からもう全然 OK って感じだった。もう、なんかでもすごい喋りやすい人だった。逆にこっちはちょっと飲まれそうだった。でもその中で合わせてったりとか一応してったけど、あ、どうですか手応え的には？全然もう最後まで OK、 取れた、もう全然 OK 取れた。なるほどね。で今今日その飲んだ人には何も言ってないわけだから、ちょっと怖い。まあ自分で撒いた種やろお前は。マリナどこにいたの？私ずっとビール飲んでたよ。大丈夫、あげてね、ちゃんと。ビール飲みますだけ言ってよ。この動画を見た人でいいと思った人は高評価とチャンネル登録していただけるとありがたいです。次の動画でまたお会いしましょう。バイアンでした。バイバイ。